はい、朝ドラ大好き、まこきたさんです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回は本日6月16日に放送が終了しました、らんまん第11週のレビューをしていきたいと思います。特に末子が高藤の提案を断った理由には2通りの解釈ができるのではないかなど、2つの点に今回も重点を置きながら第11週を振り返っていきますのでよろしくお願いします。第11週では石版印刷技術を完璧にマスターした万太郎がいよいよ雑誌の印刷を始めました。そして田辺教授に学会誌としてのお墨付きをもらい、万太郎は大畑義平に仲人をお願いします。一方、末子は万太郎と会えず寂しい思いをするものの、舞踏練習会発足式の日、高藤の目かけにならないかとの申し出を断り、万太郎のもとへと駆けつけます。はい、それでは第11週で取り上げたいことですね。2点あります。1つ目は末子が高藤の申し出を断ったのは、自分で決めた独断だったのか、後ろ盾があっての判断なのかという点と、万太郎は人たらしだから新しい環境にも適応が早く、何もかもうまくいっているのかという2点について、紹介していきたいと思います。はい、それではまず末子の決断には、2つの解釈の仕方があるという部分ですね。第55話で末子の決断が描かれていましたが、このシーンは物語前半戦のクライマックスとなっていたのではないでしょうか。末子は高藤の目かけにならないかという申し出を非常に気持ちよく断ってくれましたね。多くの視聴者の思いが伝わって末子は英断したと思われた方が大半だったのではないでしょうか。この決断の解釈の仕方ですが、クララから思いのままにとの教えに、末子がやはり万太郎のことが好きだと独断で判断したという解釈の仕方と、義平が仲人として白梅堂を訪れ、末子が万太郎の思いを確認した上での判断だったのかというこの2点ですね。前者の方が末子の単独での判断でドラマチックではありますが、末子がなぜ万太郎の住んでいるところを知り得たのか疑問が残るところでもあります。視聴者の想像に任せる余白を持たせたとも考えられますが、皆さんはどちらと思われますでしょうか。コメントいただければ幸いです。はい、それでは2点目の万太郎の適応力についてです。植物学教室では特に2回生の藤丸らと急速に距離が縮まっている様子ですよね。大久保講師もすっかり万太郎のペースで牛鍋屋での祝宴に参加するほどにまでなっていましたね。一方、大畑印刷所では最初は短気な義兵と喧嘩になりかけたり、職人に手洗い洗礼を受け砂まみれになったりしていましたが、終盤では仲人を頼めるくらい義兵たちとの信頼関係ができており、娘の佳代も万太郎に惚れ直したりしていましたね。田村めいみさんの演技も相まって佳代がちょっと笑えるキャラになっていて、物語に良いスパイスになっていると感じましたが、皆さんはどう思われたでしょうか。はい、最近よく耳にするワードに人たらしというワードがありますね。もともとは人を欺く騙すという悪い意味で使われており、古くは戦国武将豊臣秀吉のことを人たらしの天才と呼んでいたようですね。ところが最近では周りの人から愛されやすい人のことを人たらしと表現し、褒め言葉として使われることが多いようです。その点からいくとですね、牧野富太郎がどうであったかはさておき、万太郎はまさにいい意味での人たらしで、
周りから愛されやすい人として描かれていますね。もう一つあるのではないでしょうか。それは牧野富太郎がそうであったように、寝ても覚めても植物学で、植物と向き合う時には妥協を許さない、そんな万太郎に周りの者が思わず応援したくなっているのかもしれないですね。はい、最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。